ウォールストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線の駅である。マンハッタン区フィナンシャルディストリクトのブロードウェイとウォールストリートの交差点に位置し、4系統が終日、5系統が深夜を除く終日停車する。駅はレキシントンアベニュー線がフルトンストリート駅から東駅まで延伸された1905年6月12日に開業した。 1994年1月6日、自動改札機が当駅とサウスフェリー、ホワイトホールストリート駅で稼働を開始した。1995年、または、付近に他線の駅が多く、位置しているため歴史ントンはベニュー線、ウォールストリート駅かブロードウェイマイナス7番外線、ウォールストリート駅のどちらかを廃止することを検討していた。が、最終的にどちらも廃止されることはなく、 現在も営業を続けている。駅は2004年9月17日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。駅は相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅で、ホームは南北線でわずかにずれている。ホーム中央に南北ホーム間連絡通路への階段があり、駅の出入り口の階段は緑色で塗装された湾曲した金属の屋根で、 覆われている。この屋根は木や葉をイメージした形に彫刻されている。駅には改札口が3カ所ある。南北ホーム南端にそれぞれ独立した改札口があり、南広ホーム側からは、ブロードウェイとレクターストリートの交差点とブロードウェイとエクスチェンジプレイスの間、ブロードウェイ西側に階段が2つ、北高ホーム側からは、 同地点東側に同じく階段が2つ接続している。残りの1カ所は南広報部北端にあり、ブロードウェイとテムズストリートの交差点南西、トリニティビルディングに階段が1つ接続している。また、改札外には BMT ナッソーストリート線、ブロードストリート駅及び IRT ブロードウェイ -7 番街線ウォールストリート駅への地下連絡通路がある。ありがとうございます。